はい、どうもこんにちは、昭和町住まいです。今日はですね、春からの新生活のお引越しですね、いつからお部屋探しをするのがベストなのかっていうテーマでお話ししていきたいと思います。皆さんね、4月から新社会人になったりとか、あと転勤だったりとか、あと進学でですね、お引越しされる方いらっしゃると思うんですけども、大体皆さん2月3月ぐらいにお引越しされたい、2月3月には住居を確保しておきたいっていうことでお部屋探される方多いと思うんですけども、その場合ですね、まあ1月とか2月とかね、年始から探せばいいのか、もしくは12月中年内に探せばいいのかっていうご質問いただきますので、このようなテーマにさせていただきました。中西さん的にはお部屋探しのタイミングはいつぐらいがいいと思うんでしょうか？時間があるんでしたら年内から始められた方がいいと思います。理由としては3つありまして、で1つ目がやっぱりシーズンに入ってしまうというのと、で2つ目ですね、これがキャンペーンが終わってしまう物件が増えてしまう、で3つ目ですね、これは引っ越し用の費用が高くなってしまうという3点があります。で1つ目 のシーズンなんですけども、やっぱり1月の中旬ぐらいから引っ越しシーズンが始まってきまして、で大体まあ3月の中旬ぐらいには大体皆さん部屋を探しを終えるんですけども、この2ヶ月間ぐらいがシーズンと言われてます。まあ、もちろんね、年によってはそれが前後したり長引いたりすることもあるんですけども、大体それぐらいって言われてます。でシーズンになると、まあ、お部屋探しされる方がすごく集中しますので、やっぱりね、なかなか不動産屋さんの予約が取れなかったりしますし、取れたとしても、お部屋探しできる時間がですね、ちょっと限られてたりしますので、ゆっくりお部屋探しすることができなくなってきます。やっぱり皆さんより良い物件を契約されたいので、まあ、人気の物件から埋まっていくんですけども、まあ、そのスピードが速いので、まあ、例えば、A 物件、B 物件、C 物件、まあ、3つぐらいのその人気の物件があって、この3つを見て、その上で比較検討したいみたいな探し方がなかなかしにくいんですよ。どうしてもね、すぐに埋まっていきますので、検討してる間に、もう埋まってしまうってことが多いので、まあ、そういう比較も、ゆっくりしにくいっていうのが、まあ、シーズンの特徴です。なので、そういった理由から、まあ、早めにお部屋探し年内にできるようでしたら、していった方がいいと思います。でも見学したらすぐに入居しないといけないような物件が多いんじゃないでしょうか？確かにそれはありますね。だいたい家賃の発生日を待ってもらえて1ヶ月ぐらいよく言うんですけど、例えば12月の中旬ぐらいにお部屋を見たとして、でこれにしたいですって言って申し込みをしたとして、で家賃発生待っていただけるのがだいたいマックス1ヶ月ぐらいなんで、まあ、1月の中旬ぐらいにはもう家賃の発生をしてしまうという風になってしまうので、まあ、そういう意味ではおっしゃる通りなんですけども、だから年内からお部屋探しをされる理由として、お部屋を決めなくてもいいので、まあ、先に相場を知っておくっていうのが目的の一つになります。まあ、結構初めてお部屋探しをされる方に多いんですけども、まあインターネットとかで物件を見てる段階ですね、まだ実際に不動産屋さんに行って物件を見学してない状況ですね。例えばよくあるのが、6畳は狭いから嫌だと、まあ、だから絶対7畳8畳は欲しいと思って物件を検索してたけど、まあ、実際物件を見に行くと、まあ、別に6畳でも広さ的に問題ないかなと思われたりとかして、それよりかまあ駅までの近さが重要だなとお部屋の内見中に思ったりとか、あとはまあ設備とか綺麗さですね、そっちの方が重要だなっていうふうに気づいて優先順位を変えられるっていう方も結構いらっしゃいます。なので、まあ、そういう自分の希望の整理のためにもですね、まあ、年内にお部屋を見ておいて、で自分の希望の整理をしていくっていうことがすごく大切だと思います。そういう経験を一度しておけば、その後シーズンにお部屋探しに行ったとしてもですね、短い時間でも物件をきちんと選定して希望の物件にたどり着きやすくなりますので、そういった時間は必要だと思います。次、二つ目の理由なんですけども、キャンペーンが終わってしまうというところがあります。賃貸物件においてのキャンペーンは、結構いろんな種類があるんですけども、まあ、よくあるのが、礼金の、まあ、減額キャンペーンとか、まあ、例えば、礼金2ヶ月のが1ヶ月で契約できますよとか、まあ、もしくはもうゼロでいいですよっていう、契約ができるキャンペーンだったりとか、あとは家賃ですね、本当は6万5千円するわっていう物件があって、まあ、それが6万円で契約可能ですよと。まあ、あとはフリーレントキャンペーンと言いまして、例えば先ほどの話で、まあ、12月に物件見たとしたら、まあ、1月から家賃発生って話なんですけども、それを、まあ、1月からの契約になるんですけども、3月まで家賃はいりませんよ、2ヶ月分家賃はタダで借りていいですよっていうような、フリーレントキャンペーンとか、まあ、そのようなキャンペーンが大体多いんですけども、そういうのが年始になると終わってしまうことが多いです。そのキャンペーンはなくなってしまうんでしょうか？やっぱりですね、シーズンに入ると、まあ変な言い方なんですけども、まあ放っておいても物件が埋まってしまうっていうのは正直なところなんで、まあオーナーさんとしてもあまりキャンペーンをする必要はないんです。
まあ、なので、比較的こうシーズンオフの、年内までの間に物件を決めてくれた方は、まあ、そのキャンペーンは適用しますけど、まあ、年始になるともうお客さんも増えてくるので、まあ、キャンペーンはちょっと終了しますっていう物件は増えてきます。なのでね、まあ、年内にお部屋を見て1月の契約になってしまう物件だったとしてもですね、まあ、そのキャンペーンを適用することによって、まあ、トータルで見れば得になることもありますので、まあ、そういった選択ができるのも年内にお部屋探しをするところのメリットになります。例えば家賃が5000円キャンペーンで下がっているとすればですね、まあ、年間6万円になるんです。まあ、5年間すれば30万円お得になるわけなんですけども、まあ、それが家賃が6万円の物件だったとして、まあ、1月からの家賃発生だったとして、まあ、本来3月から家賃発生したいと考えてたとしたらですね、まあ、その人からすれば、まあ、2ヶ月分ちょっと家賃多く払ってしまうわけなんですけども、まあ、家賃が6万円だったら12万円になるんですけど、そう考えたら、まあ、30万円の方がお得かなというのは計算もできますんでね、そういう比較もできるのがすごくいいところですね。そういったキャンペーン物件に巡り合える可能性がありますので、そういったのも魅力の一つですね。最後3つ目の理由なんですけども、これ引っ越し費用が高いということになります。2月末とか3月末とかがですね、すごく高いと聞いてるんですけども、大体通常時の3倍から4倍ぐらい引っ越し費用がかかると言われています。シーズンじゃないときは通常はどれぐらいのお値段がかかるのでしょうか？そうですね、まあ、引っ越し会社さんとか、あとはまあ荷物の量とかによって変わってはくるんですけども、まあ、例えば6畳7畳ぐらいの 1K にお住まいされて、まあ、特にオプションもつけてないと普通の引っ越しですねの場合でしたら大体3万円から5万円ぐらいっていうふうに言われてますので、まあ、なのでシーズンの場合、まあ、それが3倍から4倍ぐらいで、例えばじゃあ5万円で3倍とすれば、まあ、15万円です。で、そうなるとね、差額10万円ぐらい生まれてきますので、まあ、家賃発生早くなっても、同じぐらいのトータルの費用というふうになりますので、そういったのも、加味してお部屋探しをしてみてもいいのかと思います。ちなみに、お部屋探しをされる方が多いということは、退去者も多いということになると思うので、そのシーズンになると物件が増えるということはないのでしょうか？これ結構よくご質問いただくんですけども、まあ、結論から言うとそれはないです。まあ、なぜかというと、まあ、確かにお部屋探しをされて新しいお部屋を借りられた方は、まあ、今が賃貸の場合はですね、そこを解約されますので、まあ、新しい物件情報として出てくるんですけども、それは少し先になるんですよね。というのも皆さんね、新しいお部屋を借りられて引っ越しされる方は、まあ、大体3月前後にお引っ越しされる方がいらっしゃるんですけども、となればね、今の住んでるお部屋もそれぐらいに解約されるんですけども、賃貸の場合、末日解約が多いんですよね。例えば3月の10日まで住んでたとして、そこで解約して3月の11日には退去してて、もう家にいない状況でも3月の末日までお部屋を契約しているっていうことになりますので、次の入居者が入れるのは大体4月からになるんですけども、もちろんお部屋も清掃してから貸し出ししますので、実際入居できるのは大体4月下旬とか、特にその3月末になるとお部屋の待機が集中しますので、それを内装業者さんがね、一つ一つ部屋をきれいにして貸し出していくんですけども、その内装業者さんへの清掃依頼にですね、集中しますので、まあ、4月の入居が間に合わない物件も結構多いんです。なので確かに退去する物件多いんですけども、この新生活のために、3月とかからお部屋に入居されたい方からすると、まあ、あまり関係ないのかなっていうところですね。もう一つ質問いいでしょうか。お部屋探し、年末年始に行うというのはどうなのでしょうか？そうですね。結構いますね。時間が年末年始ぐらいしかないので、まあ、そこでお部屋探しをして契約を決めてしまいたいという方いらっしゃるんですけども、まあ、結論から言うと、まあ、あまりお勧めはしないです。っていうのも年末年始は、お休みされている管理会社さんとか、オーナーさん多いので、お部屋が見学できなかったり、最新の空室状況を確認できなかったりするので、なかなかね、お部屋はたくさん見ることできないですし、比較検討しにくいので、この時期はあまりお部屋探しには適してないのかなと思います。ただまあ、お部屋の相場感をつかむであったりとか、まあ、先ほどはじめ話してたように、自分の希望の整理をするために、不動産屋さんに行ってお話しするとか、まあ、希望の物件になかったとしても、いくつか物件見ることによって整理することもできますので、なのでね、そういう意味で、その時間を有効に使っていただくこともいいと思います。ありがとうございます。まあ、本日ね、お話では、まあ、できればね、お時間がある方は年内にお部屋探しをしていった方がいいという話をさせていただいたんですけども、ただやっぱりね、お引越し先がね、今住んでる住居からすると、すごく遠方で、なかなか時間も取れないと。
費用もかかってしまうっていう方もいらっしゃると思うんですけども、最近はですね、オンライン内見を行っている不動産屋さんも多いですし、あとはオンライン内見をされなくてもですね、一度不動産屋さんとお電話とかでね、話して、こういった物件を借りたいと思うんですけど、どう思いますかとか、いろいろ相談するだけでもですね、希望の整理がされたりしますので、そういったお時間を作ってみるのも、すごくお勧めします。本日はですね、このテーマでのお話は以上となるんですけども、またね、こんなテーマでお話してほしいとか、ご要望ありましたら、ぜひコメント欄にご記入ください。で、動画がいいなと思いましたら、高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。